田村雄一です。阿部中条です。この番組ではスターオーシャンシリーズの最新作スターオーシャンアナムネシスの最新情報を中村雄一とマフィア梶田がご紹介していきます。はい、梶田さん年度末だそうですよ。そうですね、はい、ずっとこれでいいこれ疲れないですか逆にテンションを上げるよりは楽か楽ですか、うん、相当疲れていらっしゃる。もうなんかねくたびれちゃう。テンション上げる役多いですもんね最近。そうだね、うん、まああとねこの今年度末と言いましたが、うん、それの影響もありますよ、うん、あなんかやってますか。やっぱりね我々の業界的にもね、うん、年度末って大事で、うん、特にゲームの収録とか、うんうん、あの収録関係がねこの年度末あんの、うん、発売は先なんだけど、うん3月いっぱいで収録を終えてギャラの生産をしたいんだよ。あーなるほど。この年度の支払いに先方はしたくて、うん、なるほどなるほど。だからなんとか3月末までにこの仕事をやってくれっていうのがね、はいはいはい、割とあったりするんですよ。だからいや言うても年末進行もそうだけど3月とかって、はい、みんな忙しくなると思うよ。確かに俺もなんかゲーム番組のオファーがめちゃめちゃ、うん、そうや今月多いなと思ったんですよ。そのせいですかね。そういうのもひょっとしたらあるかもしれないね、うん、支払いを終わらせときたい。支払い終わらせときたいですね、うん、ということで、前回からの感想を受けてのメールいきましょう。ラジオ社ネーム忍者和夫。中村さん梶田さんこんばんは。毎週ラジオ楽しんでます。さて今年に入って梶田さんは初めてのインフル感染でダウンという嫌な出来事がありましたが、俺もだよ今度はゲーム配信の楽しさを記事で伝えたと思ったら赤停止を食らい配信できなくなるというミラクル。それにしても不幸続きですね。一体何が起きたのか詳しく教えてください。なんかついてないですね。そう言われると確かについてないの。この間 YouTube の赤がバンされたんですよ俺の。やっぱりおちんちんを出しちゃうからだよ。出してないあのおちんちん出してたらバンとかの問題じゃないですからね YouTube。でもまずバンからでしょ。まずバンから始まってだからこれからだよこれから。いや出してない出してない。あ出してない。出してない出してたらあの俺も素直に認めますよ。やっぱりされたんですよっていう。ツイッターに書きますよ。おちんちんダメだったわっつって。やっぱりダメだったわ。やっぱりダメだったよ。さすがに海外も許してくれなかったわって書きますよそれ。そうだな。今回は本当に前触れなくいきなりバンされたんですよ。今も。いやそれ治ったんですけど、なぜ治ったかっていうと俺わざとあのサポートにメール送ったんですよ。ああ聞いてね。マジで心当たりないんですけど、うん、僕は何をしてしまいましたそうそうそうごめんなさいって。もしやったことがあるなら教えてほしいですし、うんうん、勘違いなら復旧してくれませんかって言ったらすぐメール返ってきて、すみません勘違いでしたみたいな感じ。勘違いバン。適当な仕事してんじゃねえよ YouTube。 なんだろうねどうしたんだろうね。あの結構聞くとおりあるらしいんですよ。よく YouTuber とかバンされるらしいんですけど、巻き込まれとかあとなりすましと本人を間違えて本人の方バンするんですって。実際俺の偽アカウントが存在してました。あでそいつは残ってたんですよ俺をバンされたの。分かんないからね。一応商業でやってる人間でバンされるとそうだ、ね、なんかイメージがねよくないんで。そうだ、ね、やっぱりみたいな空気が漂うもんね、うん、みんな、ね、俺のチャンネル登録してる人はみんな俺より先に気づくわけですよ。なんか YouTube バンされてますよとか。梶田君は配信とか何かしようとした時に気づくけど、うん、そうそうそう、みんなは何かないからバンされてる、うん、あなんかやらかしたみたいな。鬼の首取ったようにクソリップ飛ばしてくるからマジで大変でしたね、うん、じゃあお祓い行った方がいいですね今年は本当に。ということでそろそろ始めていきましょうかね。スターラジオシャンアナムネシス最後までよろしくお願いします。改めまして中村です。マフィアガチャです。最近ですか、うん、最近の近況報告なんですけどね。なんでしょう。ゲーム業界では今ゼルダが話題ですねみたいな超面白い話もあるんですけど、うん、僕もねスイッチでゼルダ始めてますけどね、うん、始めましたか。いい、面白いよ、うん。よくできてる、すごいよくできてるけど、うんうん、一点ね、うん、俺の性格に合わないっていう点だけで、このよくできてるがゆえのね、ジレンマ的な問題点が一個ある。これは何やら面白そうな話ですよ。俺ね、うん、日本人には多いと言われる、うん、コンプリート欲が高いというか、はい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 、はい、収集癖というか、ね、収集癖というか、完璧主義、ね、そういう部分があるのよ。はいはい。ゼルダは本当にやれること多いし、うん、好きなように遊んでくれっていうスタンスがゆえに、うん、次の目的地、ストーリー上の次の目的地が示されるんだけど、うんうん、でもここにサブクエがあるかもしれない、うん、そもそも行って、マップの行ってないこのエリアがあるみたいなことずっとやってたらね、うん、なんか気づいた数時間経ってんだよね。何もしてないんだよ。あれ？俺脳駆けずり回っただけで3時間経ってたみたいな。野村さん、それはね、オープンワールド病ってやつでして。だから、多分これを、まあ、時間内で楽しめるには、うんうん、その、
切り捨てるか、もしくはもうゴールを目指すんじゃなくて、うん、気になったことをとにかくやり続ける自分なりの楽しさに目覚めるしかないんだと思うんだけど、その実際にその3時間くらい脳をさまよってる時、中村さんは楽しかったですか？その時は楽しいけど、うん、これいつ終わるんだろうって思うとね、ほら僕ももうさ、うんねうん、生を折り返そうとしてるわけですよ、うん、37にもなってますから、まだまだぼちぼち折り返しが見えてるのに、まだまだ俺はこの調子でいくと何年全然やるんだろうって考えるとゾッとするわけ。時間ないの。そうですね。中村さんって、ゲーム途中で止めるってあんましなくて、うん、絶対クリアまで持っていきたがるタイプ、ね。やり出すとね、うん、やり出すと、だから、その、うん、例えば同じように、うん、FF15 やってた時も、うん、その細かいサブクエは全部埋めてから先に行こう、うん、先に行こうってやってて、すっごい時間かかってたの、うん。オープンワールド数をこなしていると、うんうん、どんどんその辺慣れていって、ちょうどよく、自分の楽しみ方が分かってくるんですけど、そうだよね、多分あんまり中間さんってオープンワールドゲームめちゃめちゃやるタイプではないですよね。元々やらない理由が、うん、そこなのよ。ですよね、だから、はい、埋めていく作業がオープンワールドと噛み合わないっていうのがね。そう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 。そこはね、割り切るしかないんですよね。どっちが自分向きかっていうところ。俺の場合はもう時間気にしないで、中村さんが3時間さまよったようによく見えない山とかにわざわざ走っていって そこ登ったりするんですけど、はい、それが楽しいんですよ、やっぱ。ね、その世界で生きてる感じがして。それは面白いよね。はい、だからクリアまで持っていくとしたら、最短クリア目指すとしたら、なんか50何分でクリアできるらしいですよ。ああ、まあ、それだけ自由度あるよね、うん。そうそう、それだけ自由度は高いんですよ。俺初めて寒冷地に行った時に、うん、本来のクリアっていうか手順通りだと防寒着をもらっていくっていう方法だけど、あのゲームは一応寒くなるとですね、うん、ゼルダは体力ゲージが減ってって死んじゃうんですよ。だから、体力ゲージを減らないように回復アイテムガブ飲みすると、強引に寒いとこをくぐり抜けられるから、俺はもうハイカロリーパターンで、目的地に向かって、もう食えリンク食えってガンガン落ちてるものを拾い食いしながら無理やりクリアして、ああ面白いゲームだなと。あれ全く同じ攻略法俺もやりました。そうだよね。あれやるとなんかおっさんが傷に来ちゃったの、じゃああげるよ防寒着ってくれるんですよね。ああはいはいはい、うん、もしかしてもらってないですか。俺はちゃんとその後麓に戻り、なんか料理のね、うん、レシピを教えてくれたらあげるっていう、おじさんに教えてあげた。ちゃんとやったんすね。ちゃんとやったよ。そうなんすね、はい。でもよくできてますよ、あのゲーム。よくできてる。無理やり乗り越えても、ちゃんと救済策が用意されてる。そう、いろんな方法があるじゃない、うん。壁もさ、途中でスタミナが切れて落ちちゃうけどさ、うん、スタミナを回復するアイテムガブ飲みすればさ、無理やりすごい絶壁まで上がることができるし、その辺面白いね。だからそれが、既存のオープンワールドゲームと全く違うところで。ちょっと違うんだ。だからゼルダの、それが優れてる理由なんですよ。だから国産オープンワールドゲームとして、うん、まさしく理想系なんですよね。日本人の丁寧さが詰め込まれたオープンワールドゲームなんで、あれは海外に真似できないんで、うん、ついに日本人が目指すべきオープンワールドの形っていうものが見えてきた、形になったなっていうゼルダで。いや、すごい、よくできてると思うよ、うん。後から知ったけど、その雪山もさ、あれらしいね、松明を持って掲げてると少しマシになるらしいね。マジっすか？らしいよ。そんなことある？松明の暖かさで少しだけ、温度が上がるらしいよ。すげえな、ゼルダ。うん。すげえな。もういろいろあるのよ。いや、めちゃめちゃ細かいっすよね。なんか、想像力で、もしかしたらこれやったらこうなるんじゃねってものが大体叶うんすよ。そうだね。あれ、牛のお乳を絞ったらできないんだよね。牛、俺まだ牛に出会ったことないです。牛います？牛いたんだけど、うん、牛だけは何もできなかったね。うん、鶏を掴んで、空中から飛ぶと、うん、結構滑空できる。鶏で？鶏で。いや、それはちょっと、現実と違うよ。一緒に死ぬだけだよ。パラセール使わなくても、すーんって飛んでる。そうなんだ。なんかパラセールより飛べる気がするんですよ、鶏。ほんと、鶏、クケーンって行くの？うん、鶏が、で飛ぶとスタミナ消費してない気がするんですよ。パラセールと違って。あんまり消費しない。鶏とスタミナで行くってこと？そう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 。嘘だろ。ちょっと帰ったら試してみようかな。うん、だからそういう試せることが本当多いんで、あのゲームすげえっすよ、マジで。で、カジャクも大体、ゼルダやったりって感じ、うん、最近は。そうですね。ドラクエヒーローズもやってます、最近。どう？楽しいっす。楽しいし、やっぱ過去のキャラクターがいっぱい出てくるから、うんうん、なんつうかこう、懐かしみ、うん、っていうか、スパルボ的な楽しみ方ですかね、うん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 、言ってみれば。ができるんですけど。まあ、いろんな作品から出てるからね。うん、だから今2やってるんですけど、チェザールっていうね、仲間になる王子がいるんですけど、うん、声が山田孝之さんなんですよ、うん。仲間なんだ。仲間になるんですけど。ヨシヒコなんですよね。まあ、ヨシヒコはドラクエでしょ？
うん、クールなキャラクターなんですけど、シナリオ展開上ちょっとアホに見えるシーンがあって、あ、意図的なんじゃない、うん、ちょっとあるんじゃない、あのよくあるじゃないですか、あの、うん、親の敵と勘違いして何も関係ない人に戦争を吹っかけるみたいな、その展開があるんですけど、いやそれわかるだろっていうところで勘違いして攻め込むんですよ、別の国に、うんうん、で捕まった後王の前でブチ切れて、お前が俺の親父殺したんだろうがって言うんですけど、そう思ってる、ね、いやわしそんなことしてないよって言われた時に、そ、俺は真犯人に騙されていたのかって、吉彦だこれ吉彦だってそれわざとじゃないから、わざとっすかね、あれわざとちょっと抜けた感じで作ってんじゃない、うん、でも笑ってんならもう思惑通りだよ、うん、思惑通りっすかね、思惑通りだよやられてるよ、もうやられてる、うん、あ、思惑通りか開発じゃん、多分思惑通りだと思うね、さすが、さすが山田孝之さん当てただけあるな、そうだね、まああとね、この今年度末と言いましたが、それの影響もありますよ、あ、なんかやってますか、やっぱりね、我々の業界的にもね、うん、年度末って大事で、うん、特にゲームの収録とか、うんうん、あの収録関係がね、この年度末あんの、うん、発売は先なんだけど、うん、3月いっぱいで収録を終えてギャラの生産をしたいんだよ、あーなるほど、この年度の支払いに先方はしたくて、うん、なるほどなるほど、だからなんとか3月末までにこの仕事をやってくれっていうのがね、はいはいはい、割とあったりするんですよ、だからいや言うても年末進行もそうだけど、3月とかって、はい、みんな忙しくなると思うよ、確かに俺もなんかゲーム番組のオファーがめちゃめちゃ、うん、そや今月多いなと思ったんですけど、そのせいですかね、そういうのもひょっとしたらあるかもしれないね、うん、支払いを終わらせときたい、支払い終わらせときたいですね、うん、ということで、前回からの感想を受けてのメールいきましょう、ラジオ社ネーム忍者和夫、中村さん、海田さん、こんばんは、毎週ラジオ楽しんでます、さて今年に入って海田さんは初めてのインフル感染でダウンという嫌な出来事がありましたが、俺もだよ今度はゲーム配信の楽しさを記事で伝えたと思ったら赤停止を食らい配信できなくなるというミラクル、それにしても不幸続きですね、一体何が起きたのか詳しく教えてください、なんかついてないですね、そう言われると確かについてないの、うん、この間 YouTube の赤がバンされたんですよ俺の、やっぱりおちんちんを出しちゃうからだよ、出してないし、あのおちんちん出してたらバンとかの問題じゃないですからね YouTube、 でもまずバンからでしょ、まずバンから始まってだからこれからだよ、これからいや出してない出してない、あ、出してない、出してない、出してたらあの俺も素直に認めますよやっぱりされたんですよっていうツイッターに書きますよ、おちんちんダメだったわっつってやっぱりダメだったわっやっぱりダメだったよ、さすがに海外も許してくれなかったわって書きますよ、それ、そうだな、今回は本当に前触れなくいきなりバンされたんですよ、今もいやそれ治ったんですけど、なぜ治ったかっていうと、俺わざとあのサポートにメール送ったんですよ、聞いてね、マジで心当たりないんですけど、僕は何をしてしまいました、そうそうそう、ごめんなさいって、もしやったことがあるなら教えてほしいですし、うんうん、勘違いなら復旧してくれませんかって言ったらすぐメール返ってきて、すみません勘違いでしたみたいな感じ、勘違いバン、適当な仕事してんじゃねえよ YouTube、 なんだろうねどうしたんだろうね、あの結構聞くとおりあるらしいんですよ、よく YouTuber とかバンされるらしいんですけど、巻き込まれとかあとなりすましと本人を間違えて本人の方バンするんですって、実際俺の偽アカウントが存在してました、あでそいつは残ってたんですよ、俺をバンされたの分かんないからね、一応商業でやってる人間がバンされるとそうだ、ね、なんかイメージがねよくないんで、そうだ、ね、やっぱりみたいな空気が漂うもんね、うん、みんなで、ね、俺のチャンネル登録してる人はみんな俺より先に気づくわけですよ、なんか YouTube バンされてますよとか、ね、梶田君は配信とか何かしようとした時に気づくけど、うん、そうそうそう、みんなは何かないからバンされてる、うん、あなんかやらかしたみたいな鬼の首取ったようにクソリップ飛ばしてくるからマジで大変でした。ゲリオ防寒着ってくれるんですよ、ね。ああ、はい、はい、うん。もしかしてもらってないですか？あの、俺はちゃんとその後、ふもとに戻り、なんか料理のね、うん、レシピを教えてくれてあげるっていう、おじさんに教えてあげた。ちゃんとやったんすね。ちゃんとやったよ。そうなんですね、はい。でもよくできてますよ、あのゲーム。よくできて無理やり乗り越えても、ちゃんと救済策が用意されてる。そうそうそう、いろんな方法があるじゃない、うん。壁もさ、途中でスタミナが切れて落ちちゃうけどさ、うん、スタミナを回復するアイテムガブ飲みすればさ、うん、無理やりすごい絶壁まで上がることができるし、その辺面白いね。だからそれが、あの、既存のオープンワールドゲームと全く違うところで。ちょっと違うんだ。だからゼルダの、それが優れてる理由なんですよ。だから国産オープンワールドゲームとして、うん、まさしく理想系なんですよね。日本人の丁寧さが詰め込まれたオープンワールドゲームなんで、ね、あれは海外に真似できないんで、うん、ついに、日本人が目指すべきオープンワールドの形っていうものが、形になったなっていう、ゼルダで。
いやすごい、うん、よくできてると思うよ、うん、あの後から知ったけどその雪山もさあれらしいね、松明を持って掲げてると少しマシになるらしいね。マジっすか。らしいよ。え、そんなことあるんですか。松明の温かさで少しだけ、あの温度が上がるらしいよ。すげえなゼルダ。うん、すげえな。もういろいろあるのよ。いやめちゃめちゃ細かいっすよね、うん、なんか想像力でもしかしたらこれやったらこうなるんじゃねってものが大体叶うんすよ。そうだね。あれ、牛のお乳を絞ったらできないんだよね。牛、俺まだ牛に出会ったことないですけど、牛います？牛いたんだけど、うん、牛だけは何もできなかったね。うん、鶏を掴んで、空中から飛ぶと、うん、結構滑空できる。鶏で？鶏で。いや、それはちょっと、現実と違うよ。一緒に死ぬだけだよ。パラセール使わなくても、すーんって飛んでる。そうなんだ。なんかパラセールより飛べる気がするんですよ、鶏。ほんと、鶏、クケーンって行くの？うん、鶏が、で飛ぶとスタミナ消費してない気がするんですよ。パラセールと違って。あんまり消費しない。鶏とスタミナで行くってこと？そう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 。嘘だろ。ちょっと帰ったら試してみようかな。うん、だからそういう試せることが本当多いんで、あのゲームすげえっすよ、マジで。で、カジタ君も大体、ゼルダやったりって感じ、うん、最近は。そうですね。ドラクエヒーローズもやってます、最近は。どう？楽しいっす。楽しいし、やっぱ過去のキャラクターがいっぱい出てくるから、うんうん、なんつうかこう、懐かしみ、うん、っていうか、スパルボ的な楽しみ方ですかね、うん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 、言ってみれば。ができるんですけど。まあ、いろんな作品から出てるからね。うん、だから今2やってるんですけど、うん、チェザールっていうね、仲間になる王子がいるんですけど、うん、声が山田孝之さんなんですよ。うん、仲間なんだ。仲間になるんですけど。ヨシヒコなんですよね。まあ、ヨシヒコはドラクエでしょ？うん。クールなキャラクターなんですけど、シナリオ展開上ちょっとアホに見えるシーンがあって。意図的なんじゃない？うん。ちょっとあるんじゃない？よくあるじゃないですか。親の仇と勘違いして、何も関係ない人に戦争を吹っかけるみたいな。その展開があるんですけど、いや、それわかるだろっていうところで、勘違いして攻め込むんですよ、別の国に。うんうん、で、捕まった後。話題ですね、みたいな。超面白いです。話もあるんですけど、僕もね、スイッチで、ゼルダ始めてますけどね。始めましたか。いい、面白いよ、うん。よくできてる、すごいよくできてるけど、うんうん、一点ね、俺の性格に合わないっていう点だけで、このよくできてるがゆえのね、ジレンマ的な問題点が一個あるんですよ。これは何やら面白そうな話です。ね、俺ね、うん、日本人には多いと言われる、うん、コンプリート欲が高いというか。はい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 。収集癖というか、ね。収集癖というか、完璧主義、ね、そういう部分があるのよ。はいはい、ゼルダは本当にやれること多いし、うん、好きなように遊んでくれっていうスタンスがゆえに、うん、次の目的地、ストーリー上の次の目的地が示されるんだけど、うんうん、でもここにサブクエがあるかもしれない。うん、そもそも行って、マップの行ってないこのエリアがあるみたいなことずっとやってたらね、うんうん、なんか気づいたら数時間経ってんだよね。何もしてないんだよ。あれ？俺脳駆けずり回っただけで3時間経ってたみたいな。野村さん、それはね、オープンワールド病ってやつでして。だから、多分これを、ま、時間内で楽しむ、めるには、切り捨てるか、もしくはもうゴールを目指すんじゃなくて、気になったことをとにかくやり続ける自分なりの楽しさに目覚めるしかないんだと思うんだけど。実際にその3時間くらい脳をさまよってる時、中村さんは楽しかったですか？その時は楽しいけど、これいつ終わるんだろうって思うとね、ほら、僕ももうさ、生を折り返そうとしてるわけですよ。37にもなってますから。ぼちぼち折り返しが見えてるのに、まだまだ俺はこの調子でいくと何年ゼルダやるんだって考えると、ゾッとするわけ。時間ないの。そうですね。中村さんって、ゲーム途中で止めるってあんましなくて、絶対クリアまで持っていきたがるタイプ、ね。やり出すとね、やり出すと、だから、例えば同じように FF15 やってた時も、その細かいサブクエは全部、埋めてから先に行こうってやってて、すっごい時間かかってたの。オープンワールド数をこなしていると、うんうん、どんどんその辺慣れていって、ちょうどよく自分の楽しみ方が分かってくるんですけど、そうだよね、多分あんまり中間さんってオープンワールドゲームめちゃめちゃやるタイプではないですね。もともとやらない理由がそこなのよ。ですよね、だから、はい、埋めていく作業がオープンワールドと噛み合わないっていうのね。そう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 。そこはね、割り切るしかないんですよね。どっちが自分向きかっていうところ。俺の場合はもう時間気にしないで、中村さんが3時間さまよったように、よく見えない山とかにわざわざ走って行って、そこ登ったりするんですけど、それが楽しいんですよ、やっぱ。楽しい。その世界で生きてる感じがして。それは面白いよね。
だからクリアまで持っていくとしたら、あの最短クリア目指すとしたら、なんか50何分でクリアできるらしいですよ。ああ、まあ、それだけ自由度あるよね、うん。そうそう、それだけ自由度は高いんですよ。あの、俺初めて寒冷地に行った時に、うん、本来のクリアっていうか手順通りだと防寒着をもらっていくっていう方法だけど、あのゲームは一応寒くなるとですね、うん、ゼルダはあの、体力ゲージが減ってって死んじゃうんですよ。